皆さんこんにちは、岡崎です。このビデオで皆さんの質問に答えます。今日の質問はこれです。では見ましょう。では読みましょう。私が寝ている間ずっと電気がついていた。休みの間ずっとゲームをしていた。では見てください。私が寝ている間ずっと電気がついていた。10時から6時まで寝ました。そして電気も10時から6時までついていました間です。では次です。休みの間ずっとゲームをしていた。7月1日から8月31日まで休みでした。そして7月1日から8月31日までずっとゲームをしていました間です。寝ている間、寝ている動詞です。休みの間、休み名詞です。では次読みましょう。私が寝ている間に泥棒が入った。留守の間に泥棒が入った。では次です。私が寝ている間に泥棒が入った。10時から6時まで寝ました。そして2時に泥棒が入りました。泥棒が入った時間短いです。間にです。いいです。留守の間に泥棒が入った。10時から6時まで留守、うちにいませんでした。そして2時に泥棒が入りました。泥棒が入った時間短いです。間にです。寝ている間に、寝ている動詞です。留守の間に、留守名詞です。どうでしたか？ではまた。